高村光太郎の人生を概観すると以下のような要点が挙げられます。1883年岡山県に生まれる。東京美術学校で東京芸術大学に進学し彫刻を学ぶ。ジーコ賞などの詩集を発表。日本の近代史の先駆者として名を馳せる。ロドンやブルックの影響を受けて彫刻家として独自の作風を築く。詩人としても知られる妻ジーコとの深い愛情が知られる。ジーコが若くして亡くなった後その死を悼む多くの詩を綴る。太平洋戦争を通して多くの詩を読む。一部には国策を支持する詩もある。戦後は平和を願う詩や自然との共生をテーマにした詩を多く読む。故郷岡山にて彫刻の制作を続け多く